はいどうも皆さんおはこんばんにちはアレナガンジョウです今回の動画は、えー、提供動画になります皆さんこのメーカー覚えていらっしゃいませんか、えー、私が以前あのタッチパッド一体型のキーボード無線の 2.4GHz のキーボードをご紹介したと思うんですけども、えー、その動画を実はアイクレバーさんがどうやら見ていてくれたらしくて、えー、よかったらなんか お前なんかうちので紹介したいやつがあったらちょっといつでも行ってきなよみたいな感じで行ってきてくださりましたですのでこうアイクレーバーさんえーなかなかいいものを出しているなというのは前々から思っていたんでえ実は2点ほどえあのサンプルをねいただいたという形になります、えー、ま,あまずはそのね1個目を ままずはレビューを、ね、していいきたいと思います今回ご紹介するのはこちら iClever ーゲーム用ヘッドセット、えー、7.1サラウンドノイズキャンセリング機能付き、えー、しかも LED ライトの、ね、こうイルミネーションまでついているという、えー、ものになります今現在の価格はですね3999円です、えーまあ、そういうねこうコスパが高い、えー 物をいただいたのでサクッとね開けてみたいなと思いますはいじゃあまずは開けていきましょう本体のが外箱はこんな感じアイクレバーというシールが貼られていますはいこう段ボールでね結構干渉さ干渉ねしていますここのサイドとかも結構ねガッチリなっていてという感じになりますじゃあちょっとここをねカッターで開けていきましょうはいプシュしいやこういうのいいですね 非常に楽しいです。実は私、こういうあのヘッドセットというかこう、ゲーミングヘッドセットって実は初めてなんですよね。まあ、毎回、実は、こう、とあるマイクを使ってるんですけども。はい。本体がこんな感じ。今日は雨なんでね、湿気とか吸っちゃった系ですかね。ちょっとひしゃげてます。まあまあまあ、これはいい感じですね。本体が無事であれば。はい。じゃじゃーん。そして、そして、 せーのっとはい、まず本体です。はい、本体で次、ユーザーマニュアルが入っています。はい、ユーザーマニュアルこんな感じ。やっぱあれですね、結構雨,雨でやられてます実は今、外、雨が降っていて、結構湿気が多い感じです。えー、っと、ゲーミングヘッドセット。はい、こんな感じ。USB 接続です。なので、まあ、音質的には結構いい方じゃないのかなというふうには思います。 これですね、バーチャルサラウンドができるこうセットというかなんというかソフトウェアがここに、えっと、このアイクレバーさんのところに上がってるからやってくれよなというそういう説明書きですねまあ、これも後でね、ちょっと入れてみましょう、まあ、レッツノートあたりぐらいでね、ちょっと入れて試せればなと思います、はい で、イコライザーとか 3D とかエフェクトとかが、えー、できるらしいですね。はい。で、こういう方向とかも、えー、できるということですね。で、マイク感度もゲームも上げられるという感じです、まあ。なかなかこういうの使ってみたいですよね。はい。で、えっと、保証書。ワレントリーカードですね。えー、っと、フル。何ヶ月保証でしたっけちょっとね、そこ覚えてないんですけど。あ えっと、レスポンスタイム30日。えっと、18ヶ月。だから1年半か。1年半、えー、登録すれば多分いけるというやつですね。はい。えっと、中身は以上になります。はい。こんな感じで。でとりあえずちょっと、よしおとどけといて。じゃ、本体いきますよ。本体いきますよ。せーの。いえーきたーおうわ、すげ え、でかくないでかいよねでかいよね <laughs> おでっかえ,えこんなにゲーミングヘッドセットってでかいのあ、ちなみにですね、これはですね、スタンドになります。え非常にこう、艶やかなスタンドになりますこう。オブジェとしても最適ですね。非常に最適です。いい感じ。はい。まずこのヘッドセットが、えー、あります。はい。こんな感じね。いや、つやつやだなすごい。で、こちらが、えー、 問題の問題っていうかなんでって感じだけどヘッドセットになりますはいこんな感じでねここもカバーに覆われていてという感じですこれは多分もうむくしかないよねまあ後でちょっとむきますはい剥いていきますとかですねはいこんな感じで見てこれでこっちがね右左もちゃんとわかるっていうおなかなかいいですねえこんなでかいんだ でえ、こちら側にですね、マイクがあるといった感じになります。ここはジャバル機構になっているんで、まあ、ぐにゃぐにゃ曲げてやることが可能になります。で、こんな感じで、えー、収納するということも可能になります。はい。使わないときはね。で、この USB のね、ところ見てほしいんだけど、これ見えるちょっとラメってるんだよね。すごい。いいね、ラメってる。うわー、これいいね。いいわ。これいいわ。えぇ、ー、ちょっと、ちょっとね、 あの顔がさらせないんでちょっとつけているところが、ね、あんまり見せられないんですけどちょっと申し訳ないんですけどちょっとお待ちください、はい、まずこのねじねじを外しましょううわ素晴らしいなこれは素晴らしいちょっとちょっとつけさせてくださいえっとはいはい僕こういうの初めてなんですよねあいいですねつけ心地は結構いいですあの耳を 外周をちゃんと包み込んでくれるんであの耳への負担は低いですえそれと,あとここなんですけどもヘッドバンドヘッドバンドは非常にこう柔らかくて締め付けが全然こう強くないえと実はまあゲーミングヘッドセットではないんですけどもこういうヘッドバンドがあるもので結構ねこう頭が剥げそうになるぐらい痛いっていうものがあるんですけどもえそれに比べてこのヘッドの なんて言うんですか、ね、これ何でできてんのかな分かんないんですけどすごくねいいですこのヘッドバンドはいい感じ締め付けがね全然強くないはいでここが何でしょうねここがなんか説明書書いてあるのかな、えっと、あここがあれですねここがえー、ジョグダイヤルというかあのー、ボリュームキーですねでここで、えー、バイブレーションボタンがあるそうですで えーまあ、これがさっき言った通りアジャストとで、えー、っとこっち側になんか LED があるんでサクッと挿してみましょうかちょっとレッツノートが今、えー、横にあるんでちょっと挿してみます、はい、多分これマイクロ USB2.0 でも大丈夫ですよねというか2.0に挿せって感じですけどはい今挿しましたえー、っとちょっと光の具合で見えないかなこんな感じで光ってますねこっちもいい感じです で色が刻コ々クコクと変化するというような感じになっています。で、こちらが、えー、こんな感じで、はい、えっと、なんて言いますか、ここも LED で光るという感じになっています。へいいね、結構、結構いいぞ、これ。ちょっと音を、ちょっとあんまり聞かせられないんですけど、ちょっと音を聞いてみますね。どんな感じなんだろうね。ちょっと まあなんかゲームを聴けよって感じなんですけどちょっと YouTube をね聴かせていただければと思います YouTube でちょっと音楽をね聴いてみたいなと思いますえー、っとよいしょまああのここの音声はですねあんまり乗っけられないんで こここら辺を行こう。音でかいって嫌だなおおえー、っとここかあーいい感じだあー音も結構いい感じで響いてますね これバイブレーションバイブレーションボタンってどうやって働かせるんだろうねあんまりちょっとバイブレーションの機能がよくわからないんですけどあいいねいいいいいい結構音の広がりもいいねいやこれでしょやっぱ一番は。 なかなかないと思いますよ。こんなね、4000以下とかでこんな感じで。いや、付け心地もバンバンいいです。ちょっとね、マイクを試したいんですけども、ちょっとマイク、ちょっと録音してみよう。はい、よよいしょ。えー、っと、ちょっと待ってくださいね。えー、録音っていうのがありましたね。これいいでしょ、この王子みたいな。 ねえ。録音。もうね、私は、ノーカットでいくんで、あれ、次、オーディオの録音。録音がね、したいんですけど、あ、えー、録音デバイス。ああ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 あたぶんね、これマイクの、 音を上げてやってレベル93あ、マイクブーストがないのかなちょっとね、ちょっと1回やってみようかなはい、じゃちょっと1回区切りますちょっと数分後に会おうバーイ